こんにちは、かとしんですこんにちは、アシスタントのりおちゃんですえー、さて、前回は8種類と多様化しつつある再エネの調達方法のうち自家消費に焦点を当てて説明しました、はい、どういった調達スキームなのかそしてその特徴を導入のしやすさ導入までの時間、導入後の継続性、コストや手間そして導入事例という5つのポイントで見てきましたよね、はい、そうでしたね自家消費には追加性があり 各種法令や国際イニシアチブで再エネとして認められていてかつ資産地消にも寄与する利点の大きい調達方法でしたね、はい、もちろん利点だけでなく自社敷地に空きスペースがないと設置できない場合があることや、うん、PPA モデルの場合契約期間が長期になるといった留意点がありますが第一に導入を検討しておきたい手法だなと感じました。そうですね 最近は PPA モデルという形態が流行っていますがこのモデルでは初期費用や管理の負担といった課題は解決することはできるので自社敷地に再エネ発電設備、まあ、代表的なものは太陽光発電設備ですがそうした設備を設置できるのであれば地下消費は有効なな選択肢になりますね,、うん、そうですね逆に言えば敷地が空いてない場合や屋根の耐火重が十分でない場合。うん は選択肢として外れてしまいますよね。うん、そうした際に、自社専用の再エネ電源を持ちたいという企業は。自社の敷地の外に再エネ電源を設置するしかないですよね。まさしく、りょうちゃんの言う通りで。はい、自社の敷地の外に専用の再エネ設備を設置するという方法がいくつかあります。うん、で、今回、そのうち、自己託送について取り上げていきます。はい。まあ、前回同様、どういった調達方法なのか。 そしてどのような特徴があるのかまた五つのポイントを中心に見ていきたいと思いますはいなんとなく分かっておいても特徴や利点や注意点などが頭の中で明確にはなってないんですよねうん、うん、加藤新先生ぜひ解説をお願いします、はい、電力業界情報をタイムリー手軽楽しく学べる まずは、自己託送とは、どういった仕組みなのか、というところから、お話しますが。これもちろん、名コンサルのようちゃんにとっては、自己託送の仕組みなんて、これ朝飯前ですよね。もちろん、すべてまるっとお見通しだ。そ空頼もしい。<laughs> ありがとうございます。はい。自己託送は、自社の敷地の外に、再エネ電源を設置して。そこで発電した電力を、一般送配電事業者のネットワークを介して、需要場所まで届けてもらう。っていう方式ですよね。はい、おおむなっていますね。よかったです。はい 正確には自家用電気工作物を維持運用する者がその自家用電気工作物を用いて発電や放電した電気を一般送配電事業者が維持運用する送配電ネットワークを介して別の場所にある需要場所に送電するものでこのサービスは一一般送送配電電事業者が提供する送電サービスの一環だとということなんですうんなかなかどうして小難しい表現ですね。まあ、要は発電電設設備備や蓄電設備から 発電放電された電気を送配電網を介して需要家に直接届けるサービスということなんですはい。で、ソーというのは一般送配電事業者の事業の一環なのでこのサービスは一般送配電事業者が提供するという定義になっていますうん。蓄電池も対象になるんですねはいそうなんですまあ、今や蓄電池も供給力や調整力として活用が期待されていますし法改正で系統に接続されている一定規模以上の蓄電池は 発電事業としての位置づけになっていて蓄電所と呼ばれるようになっています、えー、はい。他にもゴミ発電やガス工事でも自己脱走の電源として利用されています最近は世の中が脱炭素の流れに乗っているのでどうしても再エネ発電設備に着目されがちですがいろいろな電源が活用できるんですねそうなんですよなので全く新しい取り組みではなく以前から取り組まれていたものですなんです で最近は再エネ特に太陽光発電を利用した自己タク捜が増えていますがこの自己タク捜を利用すれば敷地に空きがない企業も自社専用の再エネ電源を別に確保することができるんです。で追加性も認められてますので各種法令や国際イニシアチブ上での再エネの取り扱いとして活用できるものになっているというものになっています。それだけ聞くくと自社に設置ススペースの制約がなく 再エネを導入できるのでメリットが多いし、こんなに聞こえますね。うん、ちなみに事故と言っているぐらいなので、再エネ設備を設置するのは自社になると思うのですが、子会社などのグループ会社でもこのルールは適用されるんですか？いい質問ですね。グッドです。えー、まあ、自己宅装を利用するにはいくつかの条件をクリアする必要があります。両社の言った自己宅装に必要な再エネ発電設備を設置する企業もその条件の一つになっています。 でこの再来発電設備を設置するのは自社または密接な関係を持つ事業者であればこの自己拡散制度を利用することが可能なんです密接な関係なんか響きがちょっといやらしくてドキドキしますねそうですねドキドキはい。で冗談をさておき例えばグループ会社子会社といった関係でしょうかそうですね 基本的に資本関係があることや、過半数の役員を派遣しているなどといった条件が求められます。なので、両ちゃんの言うようにグループ会社は対象となります。うん、でも、そうした関係を求められると、なかなか普及は難しいのではないでしょうか。うんうん、自社やグループ会社などを見渡してみても、再エネ発電設備が設置できる位地がないというケースも考えられますよね。ううん、うん。またまた良い質的です。ありがとうございます、はい。特に企業の再エネ利用においては、 直接発電事業者からの調達ニーズもあってこの密接な関係についても2021年度に見直しがされていますどのような見直しがされたんですかはい、グループ会社などの資本関係がない第三者が維持運用する発電設備も自己多数を利用することができるようになったんですそれは企業にとって両方ですね、うん、そうなんですただしその拡張にあたっては一定の条件が課せられることになっています またこれまでの資本関係などがあるその密接な関係についてもこれ引き続き利用できますのでまあ利用する企業や自治体なんかはそれぞれの事情に合わせて選択することができるということなんですね、うんはい、ではこの拡大された密接な関係の条件について見ていきましょうか。はいうん、これらが自己タクソを利用するための,条件なんです、ね、この要件を一つずつ見てみるとフィット以外の再エネ電源を新設して供給先専用の電源として供給しなければならない。 という意味ですよねうん、うん、フィット期間が満了した再エネ電源はダメなのでしょうかそれは新設した電源とは言えませんので認められないんですうん、うん、はい、はい、そうなんですねちなみに従来からある密接な関係を使えば季節の発電設備も利用可能なのですうん、うん、なるほどじゃあ第三者からの供給を受けるにはすでに稼働しているものではなく自己拡散をするために新しく設置した電源でないといけないということですねうん、うん、ただこれは追加性に資するという意味で必要な要件かなと思います この長期の組合契約を締結とはどういうういい。ことでしょうか。はい、今までの密接な関係ではグループ会社や子会社など比較的強固な関係でしたがこの拡大した条件では他社同士の取引となるため途中でどちらかの都合で供給をやめるといったことがないよう長期にわたって存続させることを目的に組合契約というものを締結して関係構築を図る必要があるんです。うーん。 組合契約の締結は面倒な感じはしますが、まあ、それでも選択肢の幅が広がったということで活用する企業も増えてくるかもしれないですね。その通りで、国もそれが値第で企業が再エネ導入しやすくなるよう要件を緩和し導入を促しているということになるんです。うん、加藤先生、自己託送の概要は分かってきました。はい、良かったです。ありがたいです。はい、それでは自己託送の特徴を5つの視点ですね。こちらに見ていきましょうか。はい まず自己拓走は自家消費と異なって自社に発電設備の設置スペースの敷地の空きがなくても離れた場所に再燃発電設備を設置して利用することが可能ですそこが一番の利点ですよねうん、うん、敷地の制約を気にせず再燃を使えるという点が自己拓走の利点だと思いますはい。ただしどの企業でも気軽に自己拓走を利用できるというわけではありません自己拓走を利用するには先ほど説明した諸々の条件をクリアする必要があるんです 先ほどの密接な関係というやつですね。その通りです。まあ、他にも発電計画や事業計画の提出、30分、同時、同僚など運用面の手間もかかりますので注意が必要です。また、自家消費同様に特に太陽光発電設備の場合、その供給量で需要に必要な電力量を全て賄うことはできません。うんということは、小売電気事業者の協力が必要ってことですね。その通り 5m です。うん、はい。 小売電機事業者には部分供給によって不足分を保管をしてもらう必要がありますので、うん、まずはこの部分供給をしてくれる小売電気事業者を探して取引に関する協議をして契約を締結しないといけないということになります、うん、このあたりは自家消費と同じですねそうですねその通りです、うん、じゃあ次に導入までの時間ですね、はい、これは自家消費同様に設備を設置するのに時間がかかってしまいます それに自己宅送を利用するにあたっては一般送配電事業者の系統に接続するための協議だとか契約が必要になるのでその分多くの時間がかかってしまいますうん、自家消費と違って系統に接続しないといけないのでその協議が必要なんですねはいその通りですまあ例えば東京電力パワーグリッドについては自己宅送にかかる手続きとして要件の確認などを含めて契約締結まで2ヶ月以上の期間を要するという記載があります 自社だけで自己託装を利用する場合は太陽光発電の設置事業者自己託装サービスを利用する場合はサービス事業者など関係者との協調も必要になりますねその通りです、うんはい、では次に導入後の継続性に見ていきましょうか、はい、これも自家消費と同様で設置した太陽光発電は自社専用の電源として長期に使うことができますまた設備が自社所有の場合これメンテナンスの質も出てきますので注意が必要ですはい でもちろん第三者所有モデルであればそういった課題は解決されますが、まあ、サービス事業者自体が撤退してしまう可能性がある点については要注意ですよねサービス事業者が撤退して再エネ電源を失ってしまうかもしれないとということですね,ですね拡大された要件では長期の組合契約を締結するとはいえこのことは自家消費にはない注意点ですね。そのの通りです、うんはい、でですすはは続いいてコストや手間の点ですね、はい まずコストですが自社設置の場合設備設置工事費等の初期費用や O&M などのランニング費用がかかるため投資回収の時間もかかります、うん、はい。また一般送配電事業者の送配電網を使うので託送料金の負担が発生することも忘れてはいけませんあそうなんですね、うん、敷地外でも自家消費と近いメリットを享受できる調達方法だと思うんですけれど、うんうん、結構注意点も多いですねそうですね託、うんうん、送料金はどのぐらいかかるものなんでしょうかはい まあ託送料金は小売電機事業者が負担する需要側の託送料金と同じ単価が適用されていて例えば東京電力バーグリッドエリアの高圧の場合、はい、基本料金が1キロワット当たり653円87銭電力量料金が1キロワット当たり2.37円となっていますまた自己託送事業者が希望する場合は一律重量単価料金を選ぶこともできますで東電 P G さんの場合 高圧の場合で一キロワットあたり十三円九千となっています。で、この最初の、えー、二部構成の場合。例えば、契約電力百キロワットで利用率十四パーセントの太陽光発電の場合。まあ、大体一キロワットあたり九円弱になる計算です。はい、まあ、託送料金はこれ各一般送配電事業者のホームページに掲載されて異なってますので。まあ、自己達成を考えている方、ええー、企の方は調べてみるとよいでしょう。はい、わかりました。他にコスト面で留意することはありますか。 はい、えー、自己託送で供給される電力量については、現状は債務付加金はかかりませんので、この分の負担が軽減されます。うん、はいで、この点は前回の自家消費と同じなんですが、実は自己託送については今後の普及状況を見て付加金の取り扱いを検討することとされていますので、ここは注意が必要です。うん。なるほど。コストの注意点はよく分かりました。うん、では、手間の方はどうなんでしょう？はい、そうですね。 ま、自己宅送の場合は、一般送配、電事業者の送配電網を使わせてもらうことになりますので、電力需給の計画値を出す必要があります。うん、需給の計画値ですか？うんうん、例えば、天気予報を見ながら発電量を計画したりするわけですよね。うんうん、自己宅送を利用したい企業の多くは、需給を計画して運用するノウハウを持ち合わせているところって少ないんじゃないでしょうか。うん、そうなんですよね。まあ、計画通りにならなかった場合は、ペナルティーとしてインバランス料金を支払う必要があります。 自社で対応することもできますがそういった手間はノウハウのある事業者に代行してもらう自、まあ自己託送支援サービスというものを検討全てを自己だけで完結するにはコストも手間も結構かかるんですね手間を削減して安定的に再エネを利用できるのであれば自己託送サービスを利用するのはありですね。そうですね、まあ、脱炭素化の意識の高まりとともに自己託送サービスもだんだん増えてきますのでどういったサービスがあるのかをまあ見ていきましょうか。はい 再エネの導入を検討している視聴者の皆さんは事例を見ながら自己択送を利用するかしないかを考えて視聴すると良さそうですね、うん、加藤新先生今回の導入事例はいくつ紹介してもらえるのでしょうかはい今回は事例2つ紹介したいと思います、はい、はい。でまず1つ目ですねこちらは2023年3月15日のプレスリリースに出ていた内容で井出光さんさんとソーラーフロンティアさんが自己択送サービスを提供したというものです、うん 自己操サービスの提供事例ですね、はい、このサービスを利用する利点はどういったところにあるんでしょうか、はい、このサービスを利用することで計画提出ななどの面倒な手続きや時給運用をワンストップでで代行してもらうことができます例えば太陽光発電設備の開発時において時間帯ごとの需要に応じた発電設備の提案や煩雑な導入手続きの代行計画提出システムや発電量予測システムによる高精度な発電量予測などが受けられます。 開発の段階からサポートしてくれるんですね、うん、それは非常に助かりますね、うん、それに発電量の予測については普通の企業にとっては難しいと思うので任せてしまった方がいいですねそうですね、うん、そういった意味では井出光さん,さんは電力小売事業を行っているほかこのグループのソーラーフロンティアさんでは太陽電池モジュールの製造販売を事業としていますので知見のある企業として任せることができるというそういった安心感はありますね、うん、そうですね 計画が外れるとインバランス料金を支払うことになるので、うん、予測精度は高ければ高いほどいいですよね。そうなんです。もちろんこうした代行サービスにはサービス料がかかりますので、そのあたりも採用の際に確認しておく必要はあります。うん、なるほど。サービス料金とサーポートの内容の確認、重要ですね。そうです。では次の事例を見ていきましょうか。 まあこちらは中央電力さん今9月からはレジルさんという名前がありましたがこちらの会社さんが提供している自己宅エコクレジットというサービスになりますうん、自己宅層なのにクレジットという言葉も出てきましたね、うん、どういったサービスなんでしょうかはいこちらは自己宅層を利用している企業の環境価値をこのレジルさんがクレジット化し、うん、そしてその販売までサポートしてくれるというサービスですうん、なるほどうんで、ちょっと待ってください せっかくの環境価値を自社で主張するのではなく、他へ販売してしまうんですか、うん、それって、えっ、ー、と、つまり、フィットと一緒で自社で再エネを使っているとは言えませんよね ?SBT や RE100 のような国際イニシアチブであったり、東京都の環境加工条例にも再エネとして報告するということができないんじゃないでしょうかそうですね、できないですね。うん まあこの自己託送の環境価値をクレジット化する目的はまあ他にあってまあクレジット化して販売することでその収益で自己託送事業者が他の再エネ発電設備に投資することを促すとというところでもありますあなるほど確かにクレジットを販売した収益で新しく再エネ設備を立てれば日本全体のの再エネ導入率の向上にに貢献すするとということになりますね、うん、それに自己託送事業者は環境価値を主張することはできないですけれど。 その環境価値はクレジットを購入した事業者が主張できますねはいその通りなんですまあ、自己宅層自体は今は自社の再入比率を向上させるのが目的ですが今後2030年の中間目標や2050年のカーボンニュートラル達成に向けてクレジットの価値が高まれば自己宅層の環境価値を購入する企業も出てくる可能性は十分にあります、うん、はい。まあそういった少し先まで見据えたサービスになりますね でもちろん通常の自己託送サービスもレジルさん実は提供していて一、うん、つ目の、はいえー、井出光さんの、えー、事例と同じように各種手続きだとか発電予測値の算出ものとか定数も対応してくれるんですよ、うんえー、そうなんですね。事例を見てみると自己託送のサービスにもいろいろあって自社の強みやサポートの範囲また他のサービスの組み合わせるなどして他社との差別化を図ろうとしているのが分かりました。うんまあ、自己送の利用を検討している企業さんは 何が目的なのか、そして何に困っているのかを明確にしてサービス内容を比較しながらベストな選択をしたいですね。うん、はい、そうですね。まあ、自社の敷地の空きスペースがない企業が自社専用の再エネ電源を確保する場合、まあ、自己作装の利用が選択肢の一つになります。まあ、ただ利用手続きや発電計画の提出、受給運用など自社所有にはないさまざまな業務が加わりますので。 留意が必要ですはい。で、そうした手間を回避するためのサポートサービスも事例で挙げた二社のように増えてきてますのでぜひ今後自己択走を利用する企業も増えていくといいですよねそうですねでは今回はここまでとなりますいかがでしたかはい自己択走の特徴や注意点についてよくわかりましたでも今度はオフサイト PPA との違いが何なのか混乱してきました、うん どちらも敷地外に再エネ設備を設置して再エネを利用できるという点は変わらないんですよねうんなるほどまるっと全部お見通しの良子さんでも、はいま、その点は混乱してしまうんですね混乱、はい、してしまいます、はい、では次回はそのオフサイト供給のうち最近よく耳にする機会が増えているオフサイト PP について解説しようと思いますはいまあ今回と同じ視点と切り口で特徴を解説することとともに自己多数と何が違うのかについても一緒に学んでいきましょうはい よろしくお願いします。はい、では、毎回のお願いとなりますが、番組へのご意見、ご感想、並びに高評価、チャンネル登録をいただけますと励みになります。それでは、次回もお楽しみに。